新しいイベントのデュエルトライアルが始まった。まあどんなリミットが来てもモリン編は先行ワンキルするだけさ。あーもう先行ワンキルできない。いや、なんで？なんでデッキ組ませてくれないの？じゃあ絶対に先行ワンキルできるわけないじゃん。先行ワンキルできないなんて、何のためのイベントなんだよー。カードの規制だけに飽き足らず、デッキ自体をレンタルさせるなんて。どうしてデッキを組めないイベントなんだ？モリン編だってこれまでのイベントで悪いことなんてしてないし。結構悪いことしてた。振り返ってみれば、先行ワンキルばっかり。ごめん、モリン編のせいだわ。これまでの先行ワンキルという強行の数々、それを阻止するためにデッキを作らせないイベントを開催するとは見事だ、運営。さすがのモリン編も先行ワンキルできない。いや、待てよ。断言するのはレンタルデッキの内容を確認してからでも遅くないのでは？もしかしたらレンタルデッキで先行ワンキルできるかもしれないし。なんだこれー、なんだこれー、なんだこれー。もう先行ワンキルできない。ニトロウォーリアー出すならニトロシンクロン素材にしてやれよー。白銀の翼をつけたスタダが硬すぎるー。2回まで戦闘破壊されないってずるだろー。そして28ターン目、報酬のパック引くぞー。ダメかー。いやワンチャンあるぞー。あー、いっそのこと100ジェム配れよー。こうしてモリン編のイベントは幕を閉じたのだった。終わりん。チャンネル登録、高評価をしてくれないとモリン編が運営に負けちゃうよ。次のイベントこそ勝つよ。